おぐまのベアベア。今週は大人気アイドルモーニング娘が登場。驚きの我慢対決にモー娘絶叫。こんばんは、日本テレビアナウンサーの小熊美香です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。モーニング娘から高橋愛さん、新垣梨沙さん、田中麗奈さん、そしてリンリンさんです。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。モーニング娘、ご存知、常に進化を続ける日本が誇るアイドルユニット。総勢8名のメンバーから今回は4人が登場。自己紹介をはい、お願いします。モーニング娘のリーダーの高橋愛です。よろしくお願いします。新垣梨沙です。よろしくお願いします。田中麗奈です。よろしくお願いします。お願いします。リンリンです。よろしくお願いします。お願いします。さあ2回目の登場、モーニング娘さんなんですが、先日ニューシングルを、モーニング娘43枚目のシングルになるんですけど、はい、青春コレクションというタイトルで、はい、今まではなんかちょっと背伸びしてたりとか大人っぽい曲が多かったので、久しぶりの作らない自分で歌える感じの曲になってます。さてそんなモーニング娘。の皆さんなんですが、はいはい、今回番組恒例のクマペディアというものを、はい、作成させていただきます。ゲストの全てを一問一答で聞き出しちゃう番組恒例クマペディア。ルールはご覧の通り。一体どんな回答が飛び出すのか。アシスタントはおなじみダベア君。それではスタート。自分は何マニアだと思う。高橋さん。韓国マニア。リーダーをどう思う。リンリンさん。決めるときは決める、噛むときは噛む。メンバーに対してこれだけはやめてほしいということは。新垣さん。リーダー高橋愛ちゃん、本気で叩く。もし痴漢にあったらどうしますか。リンリンさん。あ、私は中国人ですっていう。高橋さん。殴ります。殴る。そういうタイプですか普段から。いや、世間的には違うかもしれないみんなが思ってる高橋愛は結構そういう感じじゃないと思うんですけど、なんか新垣さん曰くメンバーのことも高橋さんは殴る。そうなんです。冗談を言ってる愛ちゃんとかだよって言った時も、はい、みんなこのぐらいのかするぐらいなんですけど、はい、愛ちゃんはバシーンって叩くんですよ人の場合。でも痴漢に遭った時なんか役に立ちそうですよね。だからあのお化け屋敷とか私驚かされるのがすごい嫌いで、うん、とりあえず切れるんですよ一回びっくりしたのは、はい、お化け屋敷入った時すごく口が悪いんですよそうなんですよ。どういう、うるせえみたいな、なんか福井弁とか出ちゃうんですよね何するんやってみたいな。ちょっとなんかこう地元ではこうヤンキーみたいな。お父さんは元ヤンですけど。お父さん元ヤンなんですか。お父さんはそうですけどしっかりその血は受け継いでるんですか。受け継いでるんですかね。続けていきましょう、はいはい、最近ショックだったことは。新垣さん。メンバーに誕生日を間違えられました。メンバーで一番口が軽そうなのは誰。田中さん。新垣梨沙さん。もし自分が男だったらメンバーの誰を好きになりますか。高橋さん。リンリン。おお。新垣さん。リンリン。おお。絶対結婚できないなと思うメンバーは誰ですか。新垣さん。リンリン。田中さん。リンリン。あれ。ちょっと待ってくださいね。結婚できないなと思うメンバーは、うん、リンリンさん。アニメが好きで、はい、アニメの中のキャラクターをかっこいいかっこいいって言って結構現実逃避なんですよね。ちなみに何のキャラクターなんですか。ヴァンパイア騎士の中のあのゼロっていう人が大好きですよ。でも会えない。いや会えますよ、本あげたら。いいよ。でもその一方で、うん、皆さん好きになるのもリンリンさん。はい、ピュアですごいいい子なんですよ。結婚したらいい奥さんになりそうな、ね、ちなみに皆さんこういう人が好きってありますか。で人間味があってちゃんと思いやりがある人がいいですね。なんか普通で人間っぽい人がいいです。はいはい。レイナは夢があって絶対家事をしてくれる人を雇えるぐらいの収入がある人がいいですだって家政婦さんとかなかなかつけれないですよ。だって、まあ、夢ですよ。そうはね。ダベ君どうですか、うん、好感度上がったり下がったりそうですよね、ちょっとね。そんなピチピチで元気な皆さんなんですが、はい、最近若い人に足りないんじゃないかなと思うことってありますか、うん、なんだろうね。でも怒られることが苦手じゃないですか。あ、うん、そう、つまり根性が足りないのです。そこで若者の根性を試すべくモームス VS オグマでど根性我慢対決を開催。根性があるのは果たしてどっち。
皆さんバッチリ着替えが完了しましたね。はい、はい、ということで今回の対決を進行してくれる方、須賀アナウンサーです。こんにちは、こんにちは。日本テレビアナウンサーの須賀大輔でございます。よろしくお願いします。まずは1回戦、柔軟性我慢対決。モームスチーム代表者は高橋、対するは小熊。30秒間股割りの痛みに耐えていただきます。さあそれでは早速チャレンジしていただきましょう。はい、よーい、いきます。さあ十分に押していただきましょう。今スタート。おーっと、リーダーの高橋愛さんもがっちり床に体がつきました。全く余裕の表情。一方の小熊アナウンサーはもっと押してしまっていいかもしれません。なんとかギブアップをさせようと。はい、はい、知りません。あ、いいですね。モームスチームはいいですね。リーダー、さあ今25秒を経過しました。あと5秒です。さあ残りが1秒、今終了。さあではお二人立ち上がっていただいて、全然全く問題なかったですね。はい、あの得意です、ね、圧倒的なわけです、はい、ということでモームスチームの勝利。それでは2回戦に参りたいと思います、はい、こちらで対決をしていただきます。なんで布がかぶってるんですか。す、ね、さあそれではこの布を取らせていただきます。こちら、この後布の中身が明らかに。さあそれではこの布を取らせていただきます。こちら、気持ち悪い。これ変える、変えるです。変える、変えるってこんなの。やだやだ、無理無理無理、まだまだルールは言ってませんか。大騒ぎ中ですが、ここで2回戦のルール説明。今回モームスチームの代表者は新垣リンリンの2人、対するは小熊。単純に先にカエルを捕まえた方が勝ちです。果たして触ることができるのか。では参りましょう。よーい、しました。カエルさんが動き出しました。さあ、やだやだやだ、やだ、手を入れることができるか。小熊さん、あ、今行ったんだったらいけるでしょう。本当に無理じゃなくて、もうだってやらないと。じゃあタッチでいいですよ、タッチでいいです。タッチでもいいから触ってみて。さあ小熊さんが手を入れてきた、入れてきた、入れてきた。さあ触ることができるか。今触った、見てなかった。さあもう一回、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 触ることができるか。触ることが、ダメ。どんな感触でした？あのね、ぬるっとした。触ったことない感じですね。一番辛い今までで。触りましたね。ということで2回戦は小熊アナの勝利。でもあの勝負には負けてると思いますけど、アイドル的には触らない方が OK です。続いてぶら下がり&くすぐり対決。モームスチーム代表者は田中。くすぐりに耐えながら長くぶら下がっていた方が勝利。果たして我慢できるのか。握力どれぐらいあります？握力20は普通ありますよね。あ、そうですか。レナ16とか18とか。弱いんですね。あ、今なんか勝てるぞみたいな顔された。いや、レナ絶対勝つ。いけそうな気がします。では参りましょう、はい、よーい。それでは踏み台を外してください。あ、もう辛い。さあぶら下がりました。さあくすぐり始めました。いや、いいです。私もう辛い。辛い。田中さんはまだ余裕の表情。さあ小熊さんが細かく首を、あーと悲鳴が上がりました。辛い辛い。その辺りは耐えてください。やばいやばい。さあ後ろからゆっくり、あーと田中玲奈さんが落ちてしまった。もうこれは中に小熊アナウンサーの勝利。ということで最終結果は2勝1敗で小熊アナが勝利。アナウンサーのど根性見せていただきました。この後モームス新垣爆弾発言。感じたことない。ということで皆さんに我慢対決をしていただきましたけども、はいはいはい、どうでした？そうですね、この3つある中から柔軟、うん、このぶら下がりカエルある中からなんでカエルに選ばれたかなって、そこだけ思いますね。さあということで今からモーニング娘&小熊仲良し待ち受けを1週間限定で配信します。皆さん、はい、ぜひぜひダウンロードしてみてください、はい。